大丈夫？見てよこれ。おふくろ、どうしてこんなこと？どうしたもこうしたも、雑巾はいるだろう。古いタオルの方が雑巾にはちょうどいいんだよ。いやだってこれはマキが超大事にしてるキティのタオルなんだよ。うるさいね。こんなことで大騒ぎするんじゃないよ。私謝ってくれるまでもう口聞かないから。結構だよ。私は何も悪いことしてないんだから。マキちゃん、人は嘘をつく。罪から逃れるため、懸命に生きるため。刑事がその町に行けば、その町の罪ばかりが目につく。母さんが死んだ？殺された？誰にでも人には言えない秘密がある。この町にはいくつもの嘘や秘密が眠っている。嘘は真実の影。私はまだ知らなかった。彼女の笑顔に隠された嘘。あなたは知っているはずだ。犯人はこの街を行き交う人の中に必ずいることを。まだ息子が見つからんのか。あさって被害者の葬儀がありますんで、そこで。まあ被害者家族周辺の捜査は任せますわ。あ、はい。あの、私は。お前は加賀とそっちや。被害者のメール履歴です。こちらが受信、こちらが送信です。一番上が殺害直前のメールですから。メールか。マキティへ。買いました。7875円です。今度お店に持っていきます。例のお金は預かってすぐ入金しました。伊勢さん、マーキティです。お店に来るとき教えてね。マーキティ、柳沢真希、人形町で85年続いている瀬戸門屋柳沢商店に半年前に嫁いできたそうです。被害者が殺害される直前にメールしたマキティってどんな人なんですかね。ちょっと加賀さん、柳沢商店はこっちですよ。よく切れますね。これおいくらですか。14,700円。高っ。うちのはな、職人の手作りなんだよ。ちょっと加賀さん、これは。7875円。7875円。買いました。7875円です。このハサミはこの写真のハサミと同じものですか。おう、現場にあった新品のキッチンバサミ。最近これを買ったお客の中にこの女性はいませんでした。おお、買ってたよ。そうですか。そんなの取ってどうすんの。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。柳沢真希さんですか。はい、そうですけど。警視庁の松宮と言います。警視庁。三井峰子さんという女性をご存知ですか。はい、時々いらっしゃるお客さんですけど。4月13日に亡くなられました。殺人事件だと我々は見ています。殺人。最近ではいつこちらに来られましたか。確か2週間くらい前だったと思います。この目を飛ばし指摘ね。
漆塗りの特注品です。そう、じゃあこれいただくわ。プレゼントに包装してくださる？わかりました。じゃあ注文しておきます。誰にプレゼントするか言ってましたか？そこまでは。ちなみにその箸は？注文したんですけどまだ届いてないです。あ、あった。これです、このお箸。綺麗ですね。人気のある商品なんですよ。ブライダルシーズンにはよく売れるんですそうですか。あ、三井さんのことで他に思い当たることはありませんか？あの人、何もありません。あ、こちら刑事さん。刑事。どうも。小伝馬町で起きた殺人事件について調べてまして。うちの店に何か関係あるんでしょうか？いやいやいや、あの、被害者の三井さんが立ち寄った店を回ってるだけです。そうですか。ちなみに4月13日の夕方6時から8時までの間、皆さんどちらにいらっしゃいました？あ、確か僕と母は店番してましたけど。私はネイルサロン。ほら、あの爪で商品に傷つけたらどうするの？ちなみにキッチンバサミって。ではすいませんが、何か思い当たったらご連絡願えますか？私、はい、日本橋署の加賀と言います。はい、うん、刑事さん、携帯のメアド教えてください。携帯のメアド。マキちゃんいいじゃん。はい、マキです。あ、どうぞ。なんでキッチンバサミのこと聞かなかったんですか？うん、相手が何か隠してるようならしばらくは手の内を見せずに様子を見る。この例のお金を調べてからでも遅くないだろう。7875円とは別の金ですよね。マキティ、何もないふりして嘘ついてたな。怪しいですね。マキティです。お役に立てなくてごめんなさい。なんか思い出したらまたメールします。誰やってんだ？あ、いや、いや別にただ可愛いメールだなと思って気に入られちゃったかな俺ちなみに俺の方がハート多いぞ。同じメールを送ってたんですね。うちの嫁さんからのメール見てみ。気持ちは二文字で十分伝わるんや。よっぽど俺に帰ってきてほしいんやろな。本文がありませんね。この空白に寂しさが溢れて取れないか。あー、うまい。うん、生もうまい。焼きたらこと生たらこを両方いっぺんに味わえるなんて、なんか贅沢な食卓だな。そういえばさ、さっきの刑事、最初っから牧野の名前知ってたでしょ。そうだっけ？そうだよ、おかしくない？そんなこと言ったって、私にはわかんないよ。そういえば、産毛屋さんのご主人も言ってたわ、刑事が来たって。殺された女の人、ハサミ買ってきたって。うまい。ん？あ、これ牧がつけたんだ、うまいよ。私が歯が悪いっての知ってて、こういうもの作るかね。いや、
いや、マキちゃん。シュークリームください。はい。そのネイル可愛いですね。ん？あれ？もしかしてシワ？まだ初心者ですけど。何これ、平和くん？超可愛くない？マキティと三井さんの銀行口座履歴です。見てください。同じ日に20万の金が動いてます。マキティが20万を引き出し、三井さんが20万を入金しています。20万は大金だな。プランデル、現場に落ちていた封筒、キティのシール。キティといえばこの封筒でマキティが直接20万を渡したのかもしれない。レイのお金って20万のことですかね。封筒の指紋と照合、マキティを知るにはキティからだ。そうだったんですか。それで三井さんのこと調べてるんですね。ここついてますよ。あ、そういえば三井さんもつけてたことあったな。そうなんですか。うん。アミさん、なんか三井さんに似てるかも。え？あの、警察に嘘ついてたらやばいですか。え？あ、何かお探しですか？あ、いや。男性ですと、こちらのネクタイがおすすめですよ。あと、パンツもあるんですよ。かわいい。赤なんていかがですか。全部ください。ありがとうございます。真島君、よろしく。は、俺ですか。ちょっと、加賀さん。もしもし、岸田さん。葬儀。はい。はい。わざわざ連絡ありがとうございました。母親の実家で葬式出すって。喪服用意しないとね。いらない。行かないから。行かないって、お母さんの葬式でしょ。アミには関係ない。いらっしゃい。たびたびすいません。今日マキさんは出かけてますけど、またネイルサロンとかな。あ、うちの嫁疑われてます。いえいえ、昨日も言いました通り、被害者の三井さんが立ち寄った店を回ってるだけです。産毛屋さんにも行ったそうですね。ああ、もう噂になってますか。まあそれなら話は早い。被害者が産毛屋さんでキッチンバサミを買ったという話もお聞きになりました。聞きましたよ。それが何か。お宅にキッチンバサミあります。それはありますけど。すいませんが、ちょっと見せていただけませんかね。構いませんけど、一体どうしてですか。まあ自分のような所轄の刑事の仕事はですね、意味があるのかないのかわからないようなことばかりで、キッチンバサミが問題となれば、少しでも関係のある方々に片っ端からキッチンバサミを見せてもらうという具合に、ダメでしょうか。ちょっと待ってください。すいません。伊勢島にご旅行に行かれるんですね。ええ、明後日から。どうってことないハサミですよ。産毛屋さんで売ってるような代物じゃないですけどね。
ではちょっと拝見しますね。最近買われたものですか？あ、2年ぐらい前かしらね。新しいものを買うご予定は？買いませんよ。まだ使えるのにもったいない。私は誰かさんと違って無駄遣いしませんから。誰かさんとは？うちの嫁ですよ。この間もね、必要ないパソコンなんか買って無駄遣いったらありゃしない。なるほど、ありがとうございました。はい、せんべいお食べになります？これよろしかったらどうぞ。あら、甘辛さんのですね。昔はよく食べたんですけどね、最近はほら歯がじゃあ、息子たちが食べますからいただいてきます。ありがとうございますじゃあ歯は大切にした方がいいですよ。はい、どうも。ありがとうございました。今日はやっと返そうだね。刑事さんって暇なんだ。なんでだ？いや、よく並びに来るし暇そうだなって思って。何かあればすぐにこの列を離れて仕事に戻る。へえ、あ、じゃあ注文を。あの、すいません。もうこれ柳沢商店。ちょっと伺いたいことがあるんですが、いいですか？できればここで。仕事に戻れば、刑事さん。刑事さん、なんかマキが事件に関係あるんですか？話せる範囲で話しましょう。マキさんは三井さんにキッチンバサミを頼んでいたようなんです。キッチンバサミですか？ええ。それなのにマキさんの口からはそんな話はまるで出てこなかった。それが私気になってましてね。ちなみにご主人はマキさんに隠し事はあります？え、いやいや、ないですよ。何なんですか？ちなみに聞いてみただけです。夫婦でも事情があって話せないことがあるのかなと思いましてね。わからないのは、なぜ真紀さんは三井さんにキッチンバサミを頼んだのかということです。産木屋さんはお宅の近くでいつでも行きます。それからもう一つ、なぜ真紀さんはキッチンバサミが必要だったのか。お宅のキッチンバサミを拝見したところ、何の問題もないようでした。あの、結婚して最初の頃は真紀とおふくろは仲良くやってたんですが、あることで大喧嘩しまして。あること？マキが大事にしてたキティちゃんのタオルをお袋が雑巾にしてしまって、それ以来二人は一言も口聞いてないんですよ。もうこうなると女っていうの本当に厄介で、同じ包丁を持つのにも抵抗があるみたいで、マキ用のとお袋用のがあって。それでキッチンバサミも自分専用に買おうとされたわけだ。僕とお風呂に知られたくないから他の人に頼んだんじゃないでしょうか。マキさんはご主人に隠し事をされていたわけですね。確かに。キャラメルみたらしパフェです。仕事サボってパフェ頼んで何やってるんですか？こっちのセルフだ。タウン誌の記者はどうした？タウン誌だけじゃ生活できないからここでバイトしてるんです。はい。この番組は水と生きるサントリー、ずっと支えるもっと役立つ日本生命、リーディングイノベーション東芝、自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王がお送りします。喫茶店の店員も尾行すんのか？今は記者ですよ先輩。キッチンバサミの件お伺いしてもいいですか？その感性やめた方がいいぞ。練馬区伊調公園死体遺棄事件、被疑者逮捕について発表いたします。犯罪発覚の端は近隣住人からの変死体発見との110番通報によります。被疑者は少年 A、
14歳、学生。余罪の有無は現在取り調べ中です。あの頃は何本もインク切らしてたな。今はどうなんだ。またインク切れるぐらい取材してみろ。伊勢島限定、三重限定っていうのは他で売ってないんですか。500円。じゃあ伊勢海老のお取り置きお願いしますね。はい。伊勢島なら海の幸も楽しみですね。アワビが絶品だって話で楽しみにしてますけど。アワビですか。伊勢海老もいいですよね。私好きなんです。そうですか。で、何の用ですか。たびたびすいません。マキさんはまだ帰ってませんけど。まったく猫みたいにうるつかれたんじゃたまりませんよ。猫。ちなみに息子さんは何もマキさんにおっしゃらないですか。それは何も言えないんです。息子はホステスだったあの子に入れ上げて結婚したもんですから。永遠に愛します。嫁には甘くって、嫁が来れば少しは店のことを手伝ってもらえると思ったんですけどね。ちなみにご旅行の間は誰が店番を。嫁です。猫に店番させて大丈夫なんですか。大きなお世話ですよ。刑事さん、今度は何だい。気になるんですよ、被害者の三井さんがなぜ産毛屋さんでキッチンバサミを買ったのか。うちの欲しがる以上はよっぽどこだわりがあったんじゃないか。ちなみにあれは何に使うハサミですか。ああ、花バサミ。じゃああれは毛細バサミ。お前さ、明日もハサミの捜査か。はい。明日は母親の葬式だよな。よっぽど薄情な息子でなきゃ来るよな。どんな家族にもいろんな事情がありますからね、上杉さん。まあ親の死に目に合わない息子もいるからな。どこ行ってたの。ん、ネイルサロン。ねえ、あの人は。あ、風呂入ってる。峰子さんのお通夜のことなんですが。すまんが、これを持って行ってきてくれないか。
葬式代の足しにと伝えてくれ。社長はいらっしゃらないんですか。俺はもう縁の切れた人間だ。お通夜本当に行かないの。あの人俺を産んだこと後悔してたんだ。あなたいいわよね、ずっと仕事が続けられて。私もあの時妊娠さえしてなければね。本当にあの妊娠は誤算。そんなことないんじゃないかな。何も知らねえだろ。私は知ってる。光輝がすごく優しい人だってこと。だからお母さんも優しい人なんだと思う。百の失敗より一つの後悔をしたくない。私が記者を辞めようと思ってる時、そう言って励ましてくれたでしょ。だから私も光輝には後悔してほしくない。不条な男なのさ。息子の方もきっと何言うだしな。息子来ませんね。被害者の葬儀にまで取材に来るとは熱心だな。ペンのインクがなくなるまで取材しようと思いまして。ちなみに俺のペン、インクが切れてない。貸してくんないか。すいません、今は持ってないです。取材に来たのにペンもないのか。してないから。封筒の指紋と柳沢真希の指紋が一致しました。それと昨夜から柳沢真希がいないとご主人から連絡がありました。お前は加賀とそいつ当たってこい。はい。柳沢真希さんが最近よくこちらに来ていると伺ったんですが。13日に来てからはいらしてませんね。真希、嘘ついてたんだ。ご主人、た
ただうちに来ない時でもよくここら辺で見かけるんですけど。例のお金は預かってすぐ入金しました。マキティが20万を引き出し、三井さんが20万を入金しています。伊勢島にご旅行に行かれるんですね。ええ、明後日から。アワビが絶品だって話で楽しみにしてますけど。マキさんは三井さんにキッチンバサミを頼んでいたようなんです。それなのにマキさんの口からはそんな話はまるで出てこなかった。この間もね、必要ないパソコンなんか買って無駄遣ったないでしょ。昨夜から柳沢マキがいないとご主人から連絡がありました。マキ、嘘ついてたんだ。まだお戻りになりませんか。ちなみにお母さんのご旅行は明日からでしたね。そうですけど、そんなことよりマキが。どうせ猫みたいにまたフラッと戻ってくるよ。おどおどすんじゃないよ。こんな時にどこ行くんだよ。旅行のお菓子買いに行くの。大丈夫、マキさんは今夜必ず帰ってきます。なんでそんなことわかるんですか。あんな姑がいたら離婚されてもしょうがないですよ。そのお母さんのために帰ってくるんです。どういうことですか。ハサミ、これ産毛屋さん特製の職業バサミです。いや、あれはこれはね、正式名称はないんだけど、私らは職業バサミって呼んでるね。職業バサミですか。めったに売ってるもんじゃないから、キッチンバサミと間違える人がよくいるんだよ。おそらくマキさんは三井さんにこの職業バサミを頼んでいたんです。しかし三井さんは間違ってキッチンバサミを買ってしまった。なんでマキはそのハサミを。このハサミの用途は、食事中に硬い食材が出た時に使うんです。イカやタコや伊勢志摩名産のアワビ。確かお母さんは歯が悪いんでしたよね。しかし今度のご旅行でアワビを食べることを楽しみにしておられる。それでマキさんはこの食用バサミをこっそりプレゼントしようとお考えになられたのでは。なあ、それじゃあマキはお袋のためにそのハサミを頼んだってことですか。この間初めてお宅に伺った時、マキさんはお母さんがいたために三井さんにこのハサミを頼んだことを私たちに言わなかったんでしょう。あの人、何もありません。昨晩マキさんがお母さんのカバンを勝手に開けたというのは、こっそりこれを入れようとしたからではないでしょうか。何しろお母さんのご旅行はしてからです。マキさんとしては慌てたのでしょう。女性というのは複雑ですよ。仲が悪いように見えて、実は本質はまるっきり逆だというのは往々にしてあります。もちろんその逆のケースもある。刑事をしていて一番難しいと感じるのは、女性の心理を見抜くことです。ちなみにマキさんの外出が最近増えた理由も確認できました。マキさん2週間ほど前からパソコン教室に通われていたそうです。パソコン教室。このホームページ今日オープンしたそうですよ。写真だ。 GIF で、あ、できた、よかった。
のうちみんなパソコンできないから、今時ホームページくらいないとね。先生、そうだね。そんなに店のこと考えてくれてたなんて。なのに俺は疑って。マキちゃん、ナオくん泣いてる？マキちゃん、ごめん。何？ごめん。どうした？ちょっとナオくん、ごめん。鼻水汚いんだけど。あのマキさん、これと同じハサミ持ってますね。あ、なんで、なんで刑事さん持ってんの？やっぱりそれお袋のために。あとホームページも。なんで知ってんの？サプライズだったのに。もう一晩もどこ行ってたの？なかなかホームページできなくてネットカフェで徹夜しちゃったんだ。でもお母さんマジ切れしてるよね。そうでしょうか。サプライズはまだあると思いますよ。お母さん、もうすぐ帰ってきます。今これ。今いないから。お袋がね。しっ、帰ってきました。あら、まだいたんですか、刑事さん。ええ、あ、旅行用のお菓子は買えなかったんですか？ええ、お目当てのはなくて。はあ、そうですか。伊勢志摩のお目当てはあるといいですね。アワビならあるでしょ。伊勢海老もね。伊勢志摩限定の500円の。私、伊勢海老好きなもんで500円の限定品探してみたんですが、あれ食べられない伊勢海老だったんですね。ちなみにお探しの猫はお戻りになってますよ。お帰りなさい。お帰りじゃなくて、ただいま帰りましたでしょう。ただいま。ただいま。帰りました。帰ってきました。どこをおっつけ歩いてたの？柳沢商店の嫁としてもっとちゃんと自覚を持ちなさい。はっきり言って、直哉あんまり当てになんないの。
店をやっていくのはあんたなんだからね。はい。随分と素直じゃないの。帰ってきた。本当によかったけど。旅行に行けないと思ったじゃないの。素直じゃないんだから。そうだね。柳沢さん、この封筒で三井さんに20万円渡しましたね。渡しましたよ。あこれのために。これ三井さんが見つけてくれたんです。代わりに注文してくれるって。それでお願いしたんです。パソコン教室の見学どうだった？ダメ。やっぱ私みたいなバカには無理かも。そんなこと言わない。あなたにぴったりのパソコン見つけたの。ほら、こんな可愛いデコレーションしてくれるお店があるの。ああ、いいな。可愛いでしょ。大好きなキティだったら頑張れるんじゃない？あの人いつも優しくて笑顔で私を励ましてくれて。以上で柳沢真希はシロと言います。ん、これどうなった？じゃんけんですよ。アホ、後出しで負けてどうする。ていうかじゃんけんちゃう。結局このハサミを買うて柳沢真希に渡したのは誰なんや。は、誰なんでしょう。いらっしゃいます。落とし物を届けに来た。どこにあったんですか？マキティにハサミを渡したのはお前だろ。ハサミを買ってった人はどんな女性でした？どんなって言われてもな。ご主人もペンを噛む癖が。ああ、買ってくれた人が落としてってね。なぜマキティのハサミをお前が買ったんだ？友達のために買ってあげて何が悪いんですか？すぐに友達になるんだな女は。女性の心理が加賀さんに分かるんですか？ちなみに昨日の葬儀で被害者の息子さんにも取材したか？息子さんいらっしゃったんですか？気づかなかったのか？やっぱり三流だな。まさか息子以上のネタを掴んでんじゃないだろうな。
私はまだ知らなかった。彼女の笑顔に隠された嘘を。そして彼女もまた私の嘘を知らなかった。そんなすごいネタがあったらここでバイトなんかしてませんよ。それもそうだな。はい。どんな記事になるのか楽しみだ。お前が何を書いて何を書かないのかな。あの親父完全に嘘をついてる。それは確かですか。お嬢さん、この番組は水と生きるサントリー、親方の全てを知ってるんだと思います。ずっと支えるもっと役立つ日本生命。被害者との関係を何か隠してるんでしょうか。どうリーディングイノベーション東芝。自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王がお送りしました。全てを知る目撃者がいることを忘れてたな。